朝鮮戦争において北朝鮮に対して艦砲射撃を行う戦艦、イオ a 艦砲射撃は軍艦が搭載する大砲で射撃を実施することである。本来の意味としては標的が艦船であるか陸上目標であるかは問わない。20世紀の後半になるとミサイルの発達によって艦砲による軍艦同士の戦闘は非常に少なくなり、昨今では艦砲射撃といえば 軍艦を受け放題として使う陸上目標への攻撃を指す場合が多い。対地射撃を実施する場合は上陸前支援や沿岸部での戦闘における支援射撃に活用される。この項においては対地射撃としての艦砲射撃を解説する。艦砲射撃は戦艦の手法など陸上の野砲などと比べ後継の大きな弾威力の大砲が使用できるため支援射撃としては かなりの効果があり、一説には、戦艦の手法は四個子団に匹敵すると言われたほどで、あった。2006年に、戦艦、アイオアを最後に、世界の戦艦が全て退役したため、第二次世界大戦時における戦艦の手法で、行ったような大打撃力の艦砲射撃はできなく、なった。第二次世界大戦で有名なものでは、ドイツ海軍が、ポーランド侵攻時に純度級戦艦、 シュレスビヒホルシュタインで言ったのが同大戦最初の官報射撃であった。有力な敵勢力に対し行ったものであれば、フランス海軍が行ったバード作戦が世界初である。続いて、アメリカ海軍が太平洋戦争、朝鮮戦争、ベトナム戦争及びイワガン,ン戦争で戦艦を利用し、アメリカ海兵隊の上陸前支援として行ったものなどが挙げられる。沖縄戦では、 艦砲射撃で地形が変わったとも言われており、生き残った沖縄の人間は戦後自分たちのことを艦砲抜け抜くさと表現した例がある。第二次世界大戦後は各種ミサイルの発展により、地対艦ミサイルによる沿岸防御、巡航ミサイルという攻撃手段の獲得により、水上艦艇,艇による艦砲射撃は終焉を迎えようとしていたが、1982年の フォークランドを紛争で上陸部隊の支援のために艦砲射撃が何度か行われている。その戦艦を取り入れて、イギリス海軍は艦砲を搭載していなかった22型フリゲートの後期立て造艦へ 114mm 砲を搭載している。戦艦については、その手法が持つ大火力を天候に左右されず長時間にわたって、投射し続ける能力や航空機を用いた作戦と比較して、 コストパフォーマンスが良いことが注目されたが、戦艦自体のコストパフォーマンスの悪さもあり、戦艦が再び主力となることはなかった。アメリカ海軍では、ベトナム戦争で地上部隊支援のため艦砲射撃を実施している。湾岸戦争においても、最終駅したアイオワ級戦艦2隻が、陽動の意味も込めて、クウェート沿岸へ艦砲射撃を行っている。湾岸戦争では、 有人機、または r マイナスにパイオニアによる弾着観測支援を受けており、約3週間にわたり、計1 0 0 2発の16インチ砲弾を発射した。ズムールと旧ミサイル駆逐艦の砲撃明治1 2 7ト、mm、ル艦砲の射程は通常砲弾では3 0トルほどだが、アメリカ海軍の RA ーーバーク級ミサイル駆逐艦の高気立造艦ではロケットモーターを使用し、 射程を百キロ以上に延長する対地攻撃用誘導砲弾の使用が可能なマーク四45モット4五インチ砲を搭載していて二千十六年収益予定のズムールト級ミサイル駆逐艦では新型の百五五十ミリメートル砲の搭載が計画されているズムールト級ミサイル駆逐艦に搭載される百五五十ミリメートル砲の誘導砲弾では精度の高い長距離射撃ができるようになり 艦砲射撃の精密性が向上する。ロケット補助推進弾を用いた場合、射程は約1 3 7トル半数必中回は数十メートル以内となり、同時弾着能力も有する計画であったが、普段の a g s 1 5 5トル法用エラーラップは初期調達150発で打ち切られた。低強度紛争や武装組織に対抗するために、 安価で過剰な破壊力を持たない漢方の存在意義が再評価されるようになってきている。最近の風潮がその背景としてあると言われている。結果的に漢方の復権は、かつて漢方を花形から裏方へ追いやった存在であるミサイルが、技術の発展のために当初の低コスト兵器とはあまりにもかけ離れた高価な兵器となったがゆえに起こった回帰と取られている。日本の歴史上、 初めて関西法による陸上施設への攻撃が行われたのは戦国時代の1561年の文字城の戦いでポルトガル戦が大友義重からの支援要請により文字城に対して艦砲射撃を行っている。1574年、織田信長の長島一行一騎討伐では織田艦隊が艦砲射撃を行い一騎側の兵や矢倉を打ち崩した。また、 1590年、豊臣軍が小田原攻めで向かわせた水軍で、長祖壁家臣の地雷和を船大将とする大黒丸が、北条方の市場である下田城に対する海上攻撃に参加している。17世紀前後のヨーロッパ製小型大砲の威力は、厚さ10センチの松材も貫通するとされることから、城壁でも防ぐのは難しい。時代が下って19世紀。 1853年のアメリカ合衆国のマシューシーペリー帝督の黒船来航以降となると艦砲射撃対策が国防上の重要な課題となり日本国内の各所に沿岸砲台が築かれた有名なものの一つが東京臨海副都心の地名に名を残すお台場であるしかし当時の日本では1863年7月の撮影戦争では 薩摩藩が翌千が翌1864年9月の下関戦争では、長州藩がいずれも艦砲射撃で大きな損害を受け、上位の不可能を悟った。これらの結末は、大砲の運用を想定した追記技術が未成熟だったこと、そして大砲技術の違いに起因する。このように海岸線が長い日本にとって、 重量のある大砲を多数積み早く自由に移動できる軍艦による艦砲射撃は脅威であった。しかし、さらに時代が下り20世紀に入ると、大砲の大型化、高威力化に伴い、関西という縛りがある艦砲射撃はその価値を低下させた。日露戦争では203高地を占領した日本軍が陸上からの28センチメートル榴弾砲を中心とする砲撃により、 旅順港にいたロシア第一太平洋艦隊に壊滅的な打撃を与えた。この事実もあり、移動できるメリットを差し引いても陸上砲台に軍艦では勝てないとして、艦砲射撃による陸上攻撃は戦術上の有効性を大幅に失った。軍艦と沿岸砲台とが互いの射距離内に置いて打ち合ったとしても頑強な要塞で保護され、 海面の軍艦をより高い位置から狙い撃ちでき、しかも絶対に沈まない沿岸砲台が優位となった。太平洋戦争では当初の争奪戦という性格上、多数の上陸作戦が日米双方によって行われ、それに伴い艦砲射撃も頻繁に行われた。しかし、この頃には戦艦といえども航空機の攻撃に耐えられないことが明らかとなり、 すでに制空権なしでの艦砲射撃は無謀とされた。艦隊は関西砲の射程よりも遥か遠方から飛来する航空機に対する防空能力も持たなかった。実際、ミッドウェー海戦においてミッドウェー島攻略を目指した日本海軍が先行させたのは空母機動部隊であり、戦艦主体の艦隊は遥か後方に配置されていた。アメリカ軍もまず制空権を確保し、 その後に、艦砲射撃を行っていた。戦争後期の当初の戦いにおいても、アメリカ軍は、核空域の制空権を手中にし、その後に徹底的な艦砲射撃を行った後に、海兵隊を上陸させた。こうして、一旦制空権を得た後は、日本軍に対する艦砲射撃は有効であった。当時、陸上部隊が艦砲射撃に対抗しうる防御法はなく、日本軍は、 当初攻防戦での一方的敗北を起死した。しかし、日本軍守備隊が水際作戦ではなく、自給戦を選択し強固な地下陣地を敷いていた。伊洋島の場合、アメリカ軍の艦砲射撃は激烈ではあったものの、その効果は十分とは言えなかった。また、戦争末期になると、アメリカ軍の正海圏、制空圏は日本沿岸にも達したため、室蘭や日立、 浜松、釜石などに直接艦砲射撃を行った。なお、太平洋戦争、特に有名なのは1942年に日本海軍によって行われたヘンダーソン飛行場への艦砲射撃である。明治時代の鉄道建設黎明期、日本では海岸沿いよりも内陸を経由する鉄道の建設を優先する傾向があった。この原因について艦砲射撃を危惧して、 日本陸軍が内陸回りにさせたと指摘されることがあるが、実際のところは当時は海運が大きな役割を担っており、むしろ内陸部の輸送改善が急務だったこと、また海岸部は当時の技術で建設困難な箇所が多かったことが主因とされる。八代駅以南の鹿児島本線はまず現在の被殺線ルートで建設され、また東京、京都を結ぶ幹線も当初は 東海道ルートではなく中線道ルートで計画されていた。一方、山陰本線を建設するに際しては、海岸のすぐそばに、余部橋梁という艦砲射撃に弱い構造物を設置した。これは、日露戦争の後という時代であるために、日本海側には敵は来ないという前提であったのではないかと指摘されている。ありがとうございます。